ちょっと加藤さんがバンされたってマジですか？僕はそう、あの聞いた話によると、そうなんかケツを半分出してバンされたとかどうとか。でもそのケツの度合いにもよるじゃん。そのアナルは見えてたのかな。そのほらこんだけとか、あのケツにもいろいろどっからがケツかなんて分かんないじゃん。俺らもさ、あの鼻って言うけどさ、ここのどこからが鼻で、その境目っていうのはさ、あの明確に判断できない部分があるじゃん。どこからがケツかなんてそんなん分かんないんだからさ。いや加藤さんがバンされた、いや割れ目が半ケツなんだ。へえ。そうっていうか、まあなんだろうな、わかんない。で加藤さんからもそのグループラインみたいなのがあって、そのインコムってわかる、インキャバンコムドットのね、そのグループラインが存在するんですよ。そこで悪い俺バンされたドンって言って、あのまあバンされたっていう、まあ報告をいただいて、あそうなんだみたいな、うん、悪い俺死んだ。いやでも俺加藤さんでもバンされるんだなっていうのはちょっと思った。いや俺もう俺の勝手な想像だよ。俺加藤さん、あのもうツイッチともうズブズブで、もう絶対俺削除されないもんだと思ってたんだよね。ちょっとマイク遠いな。もう完全にそのもうツイッチ運営と寝てるレベルのあれがあるから、俺はもう何でも許される、 XQC ぐらいのレベルだと思ってたから。へえ、バンされ、ケツって厳しいんだね。わかんない、胸の谷間と何が違うんだろう。あ、ADHD のタグ外しちゃったの。それはダメだ加藤さん、 ADHD のタグを外しちゃったのか。あー、それはダメだ。え、でも俺もさ、 YouTube で判決の動画上げたことあるけど、あ、モルカーって言ってケツ半分出して、そこに目と、あの目と耳つけてモルカーやったことあるけど、俺それバンされなかったけどね。でもそれを加藤さんのバンされた経緯をなんか加工されて載ってるやつない？加藤純一ロードショーは大丈夫そうだな。なんかしっかりしてそう。あ、ロードショーあった。あった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 。俺ロードショー実はチャンネル登録してるから、なんか投稿動画にあったわ。これだ。どの辺だ？あー、で、あった。この辺からでいいや、じゃあ。各所の反応ってそういうこと？は？ You wanted a happy melody? I got you. You wanted a jazzy melody? I got you.うるせえ、講釈垂れんな、お前、俺だってできるぞ。タイミング良すぎるだろ。いや、セーフでしょ、こんなん。これセーフだよ。いや、なんか、判決って言っても4分の1ぐらいじゃなかった、今の下ろし具合だと。しかし、気になるのが、これ、ちょっと、なんか不可解な一言言ってたよね。大石さんもやってた。絶対ピザラジでまたいじられるよな。加藤くんさ、僕の曲でバンされたよね。僕の曲でケツ出してバンされたよね、加藤くん。加藤くんさ、違う。俺なんかモコウくんさと今ちょっとごっちゃになったわ、多分。